調理する前の豚足香港豚足とは食用とされる豚肉の部位で通常は四骨周囲の部分を指す中国台湾韓国東南アジアなどでは一般的な食材であり日本では沖縄県や鹿児島県奄美地方でよく食べられている肉質の部分は少なく大部分が皮と剣軟骨から構成されコラーゲンを多く含み加熱によって ゼラチン質となる。沖縄県を除く日本では、調理済みあるいは下茹での終わった状態で販売されることが多い。主に皮とその周りの肉を食べる。軟骨も柔らかく煮込まれていれば過食である。主として煮込み料理に用いられるが、日本では下茹でのみで味付けしないものに辛らし醤油や唐辛子味噌などをつけて食べることもある。欧米では、ハムのように燻製にされることも多い。また、 続けにしたピックルドピックズフィートはアメリカ合衆国南部黒人のソウルフードとして知られる。豚足には前足と後ろ足があり大きさや形状が異なる。前足は後ろ足よりもやや小さいがこちらの方がビーミだという人もいる。後ろ足は重長で大きく脂質器がよく柔らかい。沖縄県、鹿児島県など以外の日本では以前は 酒場でつまみとして出される男性向けのやや特殊な食べ物という認識であったが、近年は肌の美容に良いとして食する女性も徐々に増えてきている。ただしコラーゲンの経口摂取による美容上の効果については実証されておらず、高脂質高カロリーでプリン体を多く含むことから、肥満や痛風の原因となる可能性もあるため、決して健康的な食品であるとは言えない側面もある。 手びち、編集手びちじゅう豚足は、日本料理には使用されない食材だが、沖縄では、足て、ビチと呼ばれ、煮付けやおでん、沖縄そばの具などとして日常的に消費されている。手びちとは、手びきの天下とされ、煮込み料理を意味する琉球方言である。本来は豚足そのものを指す言葉ではないが、この種の料理に、豚の足が多用されたためか、現在は、沖縄でも一般に、 手引きイコール豚足として認識されている。ただし、伝統的な手引きには、足先ではなく中足骨の部分を輪切りにしたものが、好んで使われることが多いため、他地域で一般的に豚足と呼ばれている部位は、ちまぐうと呼んで区別されることもある。ワンハギ、編集沖縄の手引きと、同じく黒糖や薩摩の甘い醤油を使って煮込んだ料理を、鹿児島県の奄美地方でも奄美方言で、 ワンハギと称してよく食べる。スーパーマーケットなどでも素材や調理済みのものが売られている。奄美でも沖縄と同様に古くから家庭で黒豚が買われていたので足も無駄なく利用されてきた歴史がある。おもろ、編集、浜松市や岩田市など静岡県西部では沖縄風に砂糖と醤油で甘辛く煮込んだ豚足のことをおもろと呼んでいる。語源は定かではないが 琉球方言のおもろに由来するという説が有力である。塩焼き、編集屋台で知られる、福岡県福岡市の博多では、豚足は焼き鳥屋や屋台の人気メニューになっている。茹でた豚足を塩焼きにし、博多の焼き鳥屋のお決まりのニンニク酢醤油のかかった、キャベツを敷いた皿に乗せるなどして供される。塩茹で、編集山形県、村山地方の佐賀市周辺の焼き鳥屋では、 豚足の塩茹でを提供する店が多い。当地方では焼き鳥も豚肉主体のものが多い。チョッパル、編集チョッパル韓国では、チョッパルと呼ばれ、趣向として屋台などで定番である。まず豚足を茹で、次に醤油、にんにく、生姜、砂糖、清酒などを入れた二次流で長時間煮込み、冷ましてからスライスして供する。表面は飴色になっており、 しっかりと味付けされているのが特徴である。これを、エビの塩からの薬麺につけて、食べたり、サムジャンやニンニクなどと共に、産地にくるんで、食べたりする。店によっては、ケーヒや高麗ニンジンなどの漢方素材を入れて作る、ところもある。イノシシアシ、編集台湾では、イノシシアシと称して、煮込み料理の専門店も多くある。特に、平東が試験マンラン号には、専門店が多く。 名物料理となっている。細かく分けると、前足は、イノで、後ろ足は、イノシシヒズメというが、区別しないことも多い。スネは、元ヒズメ、ヒジコなどと呼び、似た煮込み料理にされる。醤油と砂糖で甘辛く煮た、紅焼きイノシシアシと呼ぶものが多いが、醤油味の、ひしオコうち香辛料を効かせた香炉、コオロチょすっと生姜で煮た、強水イノシシアシなどもある。 関東省の発火料理でも、紅焼きイノシシアシや、京水イノシシアシなどが供されている。生姜で豚足と鶏卵を煮た、貯客鏡は、関東省などで産後の日立ちに良い料理として食べられている。関東料理ではフールーで煮込んだ、南父地イノシシでも、インサの転身の一つとなっている。東条陽紙イノシシ歪め、編集中国河南省省水圏の、 カナン日ョウヒ出分解散に指定された料理。義のトウモグサ将軍が無類の豚足好きだったことから、毎日食べても飽きない複雑な味を出す技法が考案されたとされる。砂糖、醤油だけでなく、チンピ、シナモン、ナツメグ、白紙、クローブ、カルダモン、香料鏡、ウイ鏡、ファーチュー等のスパイスを多用して煮込んでいるところに特徴がある。造幣を編集ベトナム語では、 ゾウヘオといい、ベトナム料理ではスープを取る材料の一つとしても、用いられ、ホーやンなど、麺料理のスープの味に広がりを持たせている。また、煮込み料理として食べられるほか、麺料理の具としても用いられ、頬ゾウヘオ、ブンゾウヘオなどとして食べられている。ヨーロッパでは、豚足は、大抵どこの国でも、ワイン及びトマトや野菜と一緒に煮込む、衣をつけて、フライにする、オーブンで、グリルにする、 このいずれかのパターンで供される場合が多い。その上で、各国風の味付けが凝らされている。クルビーン。編集クルビーンは、アイルランド料理の豚足煮込み。セロリ、人参玉ねぎなどの野菜とワインビネガーで数時間煮込む。また、焼いたものやカツレツにした料理なども供される例がある。マニータスでセルドギサーダス。編集スペイン料理のマニータスでセルドギサーダス。 マニータスでセルドギサーダスは、豚足煮込みのことであるが、スペイン料理では、塩漬けの魚などとトマトソースで煮たものや、ニンニク、ローリエなどと煮たものがタパスとして供される。また、フライ料理にされる場合もある。ピエドコションパネ、編集ピエドコションは、豚足のことを指す。パネとはパン粉をつけて、フライにしたものである。下茹でないし、白ワインなどで下煮込みをしておいてから調理する。残胞ね。 編集、残胞音は、イタリアのモデナ地方で食されている豚足を用いた、ソーセージの一種。沖縄の普及協議会による正しくは、ウティビチと発音される。お祝いの時作る、料理の名、肉、豆腐、大根、昆布などを醤油味で煮込んだもの。豚を含む大半の動物は、つま先がちのため、この部位は地面に接触しない。すねの部分と記載されている文献も多いが誤りで、 ある、岩田おもろ .com 023 vol.1542 月号、ありがとうございます。